ラフの堀口です。今回もね、東京ボタニカルライフ、僕が趣味のね植物について語る企画ちょっとやっていこうと思います。まずね、先月は皆さんありがとうございました。本当にたくさんの方がね、イベントに来てくれまして、もう本当に楽しかったです。植物ね、もともとすごい好きな人から、この東京ボタニカルライフを見てね植物始めてみましたっていう方もたくさんいらっしゃったので、本当にこう改めてね新しいね人の行動のきっかけになってるなみたいなのを実感できて、すごいね楽しかったですね。いろんな人ともお話できましたし、もう朝からね晩まで7時間8時間ぐらい立ちっぱなしだったんですけど、あっという間でしたね。もう気づいたらもう終わりかっていうね、本当に文化祭とかを思い出すようなねすごいいいイベントだったので、またね来年もやろうかなと思います。来年はねまたもうちょっと規模ね広げてやりたいなと思ってるんですけど、ぜひですね来てくれた方、第1回第2回来てくれた方は次もね来てもらえると嬉しいです。で今日はねどんな話をしたいかというと、これですね、みんな大好き、パキポディウムグラキリスなんですけど、こんな感じでねこの、幹がぷっくりと膨らむいわゆる開根植物、コーデックスの、一番人気のね筆頭の、種類なんですけど、これについてねちょっと話そうと思います。このねグラキリスね買う方法っていうのが、いくつかあって、一つはこのね発根済みっていう、もうこのね根っこがしっかり出てる状態で売られてるもので、他にはこういうね未生ですね、種から育てて、このねちっちゃいところからね、こう育てられますっていうものがねあったりして、でもう一つが、抜き苗って呼ばれるものですね。もうね輸入されてきた状態でまだね根っこがなくて、根っこがねもう全部検疫で切られた状態で、自分でこう根っこを出させてそこから育ててくださいねっていうねものがあります。これはグラキリスをね買おうと思った方だと、どれにしようかなってね悩むこと、あると思うんですけれども、まずね、このね、発根済みのものですね、いわゆる現地球現地で採れたものを、しっかりお店の方で発根をさせて、活着させてますよっていうものに関しては、ちょっとねお値段がね高くなりがちっていうのはね、あります。もともとねこのパキポディウムグラキリスってお値段ね安い方の植物ではないので、普通にこれぐらいの株で2万とか3万ぐらいするんですよ。なのでちょっとね植物ねこれから始めてみようかなっていう方にはちょっとね勇気がいるねお値段だったりするんですね。対してこの辺のね未生とかって安くね売られてること多いんですけど、いかんせんねやっぱ種から育ってるものなのでちっちゃいものが多いんですね。こういったいわゆるねこうグラキリスらしいこうねでっぷりと太った姿になるにはちょっとやっぱ時間がかかるんですね。多分この株でもこう少なくとも 4,5 年とかそれ以上はね、経ってる株だと思うので、結構このねかっこいい姿になるまでに待つ時間というのがあるんですね。なので、ちょっとねこの未生じゃなくてこっちの形が欲しいっていう方もねいると思います。そんなこうねかっこいい形の状態でもう最初からね完成された状態で安くね手に入る方法がないかなと思って、皆さんがねやっぱ行き着くところがその抜き苗っていうところなんですね。抜き苗って本当にこうね根が出るかどうかわからないもう家系なんですよ。本当に博打なんですけど、その分ね、リスクがある分このね発根済みのものよりは結構ね安い値段でね買えたりすることがあるんですね。いろんなねショップだったりとか、あとはこうメルカリとかねいろんなところで売られているものなんですけれども、その抜き苗の状態から根っこを出させる発根をね促すことを発根管理って言うんですけども、これもねなかなか難しいんですよね。僕も今まで8株とかね9株ぐらいですねこのグラキリスの発根管理したんですけど、成功率でいうと7割とか8割ぐらいですかね。やっぱり一部のね株はどうしてもこう根っこが出なくてそのままねこうしぼんでしまって枯れてしまうっていうことがねあります。その時はねすごい悲しいんですよね。こう毎日こうしぼんでくグラキリスをね見るのはすごい心が痛むんですけど、それぐらいね発根管理っていうのはこういろんな諸説があって、成功する確率っていうのもまちまちっていうね、ものだったりします。で今日はねそんな発根管理の方法で最近試しててこれ結構やっぱいいんじゃないかなっていうね、実験してみた結果があったので皆さんにねお話をしようかなと思います。でそれがメインのテーマで、後半ですかね終わりのところでちょっと新入りのね植物たちがいくつかあるのでそれについてもねちょっと自慢というかね、ちょっと紹介させてください。まずは発根管理の話なんですけど、最近ねもうアガベはもう完全にもう僕固まってきまして、これですね、この水苔を使った発根法、これが
もうワカメに関してはこれ1本でねやってます。まあ、どういったものかっていうと、まあ、このね湿らせた水苔、本当に100均とかで売ってるやつなんですけど、そこにねもうこのアガベを刺しておくだけ、もうこれだけでね根っこが出てきちゃうよっていうものですね。感覚的には水耕っていう水につけて発根させる方法と土に刺して発根させる方法の、まあ、ちょうど間みたいな感覚ですかね。あの湿り気もずっとね保持することができて、それでいてこう水苔なので通気性もあるので根腐れしにくいっていうですね、あの本当にアガベだったらもうこれでねいいんじゃないかなっていうぐらい、もう本当に成功率の高い、まあ、成功率はあと発根のね速さっていうのがねすごく早いですね。この発根法になってますね。もうこのねアガベたちも本当ね 2,3 日前に植えたばっかなんですよ。本当に1週間経ってないぐらいの感じなんですけど、もうこんな感じ白いね元気な根っこが出てきてます。よいしょ。あもうこれとかもそうかな。うわーいいね、めっちゃいい、めっちゃいいね根っこ出てますね。結構ね水耕とかだともうちょっとね細いひょろっとした根っこになっちゃうんですけど、あーすごいねいい、もうこのね太めのこの根っこがちゃんと出てきてくれるっていうのがこのね水苔発根のねいいところですね。本当にこのね出てくるスピードも速いし、出てくる根もね健康だしっていうことで、あのちょっとね植え替えの時とかアガベは、これをねしっかりここの水苔で発根させてから、植えるねようにしてます。いやこれはすごいな、この1週間足らずでこの12個をね刺したうちの8個がねもう発根してますからね。しかもこの元気なね根っこが出てるっていう感じなので、まあ、アガベはねもう本当にもうこれでいいんじゃないかなと思います。一回ここで発根させて、で発根が確認出てきたら、しっかりねちゃんと育てる用の土に植えてあげるっていう管理で、問題なくねいけるんじゃないかなと思います。でこの水苔のね発根方法を、今回ですねパキポディウムでもできるんじゃないかなっていうことでちょっと試してみて、でその結果が出たので今日は皆さんにねそれをお伝えしようと思います。今回実験してみたのがこちらですね。まあ、これパキポディウムのエニグマチクムっていうですね、まあ、グラキリスとかとね、まあ、似たような種類のパキポディウムなんですけども、これを水苔をね、敷き詰めたタッパーの上に挿して、ちょっとね発根管理っていうのをちょっと促してみました。一応これね水苔に刺す前にオキシベロンね、まあ、大体100倍ぐらいかなのやつにちょっとね、つけてあげて、まあ、発根をねしやすい状態にしてから、こんな感じでね、置いてあげました。でこれはねあの一昨日ぐらいかな、2日前ぐらいに、これね、植えたやつなんですけど、もうちょっとね前に植えたやつがありまして、それがねこちらですね。これもね同じエニグマティクムなんですけども、見てください。わかるかな、ここのね、白く輝くね根っこ、こんな感じで発根がね、成功しました。本当に水苔に、ね、刺しておいただけなんですけど、まあ、これもね3日4日ぐらいで発根しましたね。でこの発根が確認できた状態で、水苔からね1回出してあげて、ちょっと今植え付ける前ですね、まあ、本当だったらすぐ植え付けちゃうんですけど、あの動画で、ね、ちょっと見せたかったので植え付ける前に、まあ、こんな感じでねちょっとあの水にね浸しておいてあげて、まあ、ここでねちょっと保管をしておいたっていうものをですね。でこれが水苔に刺してからですね、まあ、大体そう3日4日ぐらいでもうこの、ね、根っこが出てきちゃいました。でしかもねこんだけねあの元気そうな根っこで、あの本当にこの株自体はかなりもうしわしわになってきていて、本当にこうだいぶね水分ね蒸発しちゃってるなっていう状態で、ちょっとね不安だったんですけれども、しっかりね発根してくれました。ここからね徐々にこうねまたパツパツ幹が膨らんでくれればねいいなと思います。でこっちもねこれ一昨日かな、あの本当2日前ぐらいにつけたやつなんですけど、もうねすでにですねちょっと発根がね始まってるんですよ。カメラだとちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、ここのね先のところにですね、このね白い根っこがね出始めてきてて、もうちょっとしたらですねあのたくさんまたねふわっと出てくれるんじゃないかなっていうところですね。まあ、それぐらいこのね水苔、アガベもそうだったんですけど、発根がねなんか早いんですよね。あくまでね僕の環境でって話なんですけども、明らかにね土とか水のね発根よりも早いので、まあなんかねあるのかなと思います。まあ本当にこの水分と、あとこのねちゃんと地中に潜ってる暗さっていうところが、まあこの水耕とね土耕のちょうど間ぐらいなんじゃないかなっていうところで、まあ今後もねパキポディウムに関してもこの水苔発根法でしばらくねちょっと株で根っこ出させてあげようかなと思ってます。でねこの辺のね2つは最近ほんと試してるねやつなんですけど、実はですねあのもっと前からこの水苔発根法僕ね実は試してて、
すごいねちょっと放置しちゃったやつがあるんで、それもね見てほしいなと思って紹介します。これですね、これも、パキポディウムのグラキリスに水苔に刺したものですね。これもね実はね1ヶ月前ぐらいかな、1ヶ月ちょっと前ぐらいから水苔管理で、発酵をね、させようと、していたですねグラキリスになります。でもうこれね1ヶ月置いといたらですね、もう本当にめちゃめちゃ根張ってるんですよ。このそこからわかるかな、ちょっとね見てもらってギリギリわかるかなとかと思うんですけど、白い根っこがねもうびっしり張ってるんですね。でね、新しい葉っぱもどんどん展開してきてくれてて、もうなんだったらねこの植え付けなくてもこの水苔でも栽培できてしまうんじゃないかなっていうぐらい、すごい、ね、根張りも良くて元気に育ってくれてるのがねこれなんですね。まあ、なので水苔発酵の、ね、威力みたいなのはこれでもね伝わるかなと思うんですけど、まあ、これちょっとね失敗しちゃったのはまずね抜くタイミングが遅すぎたっていうところで、結構これかなり、ね、根っこが張っちゃってるので、まあ、このね水苔をね除去するのがまたちょっとね大変なんですね。根っこを傷つけないようにこのね水苔取らなきゃいけないので、もうちょっと早めに抜いてあげればよかったなとか、もうちょっとね大きめの容器に入れてあげればこの水苔もねズボッと抜けたので、まあ、管理がねしやすかったのかなっていうのはね思います。あとはね他の植物にこう水あげるときにですね、肥料分が入ったね、こう水っていうのを一緒にこれにあげちゃって、こんな感じでちょっとね苔がねだいぶ発生しちゃったんですよね。まあ、こういうね水苔って肥料をね、入れちゃうと一気にこのね苔が広がっちゃうので、まあ、これもねちょっと注意しなきゃいけないなというふうに思いました。水苔に水をあげるときは必ずね、まあ、水道水そのままとか何もね入ってないもの、もしくはメネディエールとかねこう肥料分が入ってないこうサプリメントみたいなところをね使ってあげるっていうのをおすすめしたいですね。まあ、これもねいつか動画でね紹介しようと思ってこれね置いといたらこんな感じになっちゃったので、ちょっとねこれは今回ね一回この水苔から抜き出してしっかりね植え付けてあげようと思います。いやすごいね根っこ元気に張ってくれてるんですけど、もうちょっと本当に早くこれは救出してあげるべきでしたね。グラキリスの根はアガベに比べてもちょっとね細くてだいぶね柔らかいので、ちょっとこれは反面教師として決してねちょっとこうならないようにね気をつけて水苔発酵の時はやってみてください。まあ、ちょっとねだいぶ根っこ切れちゃったんですけど、まあ、一回ねここ発根してくれてれば、まあ、ここからねまたすぐに、ね、伸びてくれるかなと思うので、まあ、これでね植え付けてあげようと思います。いやマジでもっと早くねこれは植え替えてあげるべきだったな、反省です。はい、1日ね、時間が経ちまして昨日の夜ですねこんな感じで植え付けてあげました。こっちのね、根っこがしっかり生えてた方はですね、こんな感じでもうね、この化粧砂も置いてあげて、しっかりね植え付け完了っていう感じですね。まあ、これはもうね、すごいぷっくり膨らんできてたりするので、まあ、このままね活着してくれるんじゃないかなと思います。でこっちのね最近根っこが出た方はまだねちょっとシワシワの状態なので、たっぷりね水湿らせてあげて膨らむようにねちょっと手をかけてあげようかなと思います。なのでねちょっとまだこっちは根のね状態がもしかしたらまた確認する必要があるかもしれないので、この化粧砂をね、敷かないでおいているっていう状態ですね。まあ、この辺のね経過観察も見ていこうと思います。ちなみにこのね鉢は東京ボタニカルポットっていうですね、この東京ボタニカルライフシリーズで作ってるね鉢なので、もし気になった方は概要欄の方見てみてください。まあ、こんな感じでね今回は水苔でね、発根させてみて、そこからね植え付けっていう形でやってみたんですけど、まあ、正直ねいろいろやってみて思うのはこの根っこが出るかどうかはですね、まあ、ほとんど8割9割ぐらいはもう株のねポテンシャルかなと思います。やっぱりね触ってみて最初からねこう張りがあるちゃんとねこうパツパツ実が詰まってるようなやつは割とねどんな方法でも発根するかなと思いますし、逆にねこいつとかね結構ちょっと心配だったんですけど、最初からもうシワシワになっちゃってるとか中がねちょっとスカスカしてる感じがするみたいなやつはなかなかね発根のこう難易度高めだったりするので、まあ、発根管理のね一番のコツは、まあ、正直この元気な株を買うっていうところだと思います。そこでも8割9割ぐらいは決まってるかなと正直思いますね。で、まあ、今回ね水苔だったりとか、まあ、前回ね水耕とか、土とかねいろいろ試してるんですけど、まあ、そこのね、テクニックのところは残りの本当に1割の成功率を上げるかどうかみたいなところかなと思うので、新鮮なね、元気な株を買うっていうのがやっぱり第一かなと思います。でその上で、まあ、よりね発根率を上げたいよっていう方はねいろいろ試してみてくださいっていうところかなと思います。でいろいろね試したところで僕はこの水苔の発根法が、まあ、アガベもそうだしこのパキポもね
すごいなんかね早いし安定感があるんですよね。同じぐらいのね元気の株を水苔と高土でね植えてあげた時でもやっぱり水苔の方が圧倒的に早くね発根するなっていう感覚があるので、まあ、ちょっとね、今後も水苔発根法は、僕のね家ではちょっと続けていきたいなと思います。まあだいぶねこのパキポの発根管理に関するね苦手意識みたいなところも少なくなってきたので、もうちょっとねまた抜き苗買って発根させてみたいなのを、やってみてもねいいかなと思います。まあ、本当に置く場所あるのかって話はあるんですけど、これもねあの種まくのと同じような感覚で発根もねあの成功するとやっぱ楽しいんですよね。なので、ぜひね皆さんも、まあ、ちょっとね勇気はいるんですけど、まあ、発根管理ね抜き苗でのこうパキポディウムっていうところももしねあのリスク取れるよっていう方はね、ちょっと試してみてください。はい、じゃあここからはですね、新入り紹介のコーナーですね。最近ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいで増えたね植物ちょっとねいくつかあるので見せていこうかなと思うんですけど、まあまずね初めはねあれかな、あのこれ今月のね買ってよかったものとかでも、先にちょっと紹介したんですけど、じゃじゃん、これですねオペルクリカリアパキプスです。もう開墾植物の王様とね言われるもので、まあちょっと前の前回前々回ぐらいかなの、東京ボタニカルライフを、ね、見てくれた方は分かると思うんですけれども、島村園芸さんというですね園芸店さんで、購入をしてきた、まあ、購入させられたと言っても過言ではないんですけど、持って帰ってきたものです。お値段なんと28万円ということで、あの MacBook Pro ぐらいね、高いっていう植物なんですけれども、これをね買って帰ってきましたが、めちゃめちゃやっぱね気に入っております。まあこの間も言ったんですけど、もうこのね風格ですよね、このちっちゃい、まあちっちゃくはないんですけどこのサイズ感なのに本当にこうねあの大木のような圧倒的な存在感、この雰囲気っていうのがやっぱりこのねパキプスの魅力だなと思いました。またねこの樹形もいいんですよね、本当にあのいろいろある中から選んできたんですけど、このねあのしっかりでっぷりと幹がね、下に重心があってそこからこうねぐるっとね巻き上げるようにこの、上に伸びてるねこの樹形もいいし、この葉っぱがね結構やっぱ茂ってる感じもねすごい好きなんですよね。いやこっからどんな感じでねこう育ててあげようかなっていうのがすごいね、楽しみになる株ですね。でねパキポディウムとかと違って灌木系なので結構ね水もジャブジャブあげちゃっていいと思うんですよね。なので、今ねちょっとまだこの根っこがねそこまで活着してないかなとも思うのでちょっと水分多めでね今管理をしておりますが、いい感じでね、育ってきてくれてそうな感じがするのでね、いやこれは本当にもうご神木というか、まあ、多分長い付き合いになるんじゃないかなと思います。まあ本当に僕がねおじいちゃんになった頃でもねもっともっとねかっこいい形になってると思いますので、これはね、大切にね育てていこうと思います。続いてこれもねめちゃめちゃ気に入ってるんですけど、この間ねその島村園芸さんで、一緒に買ってきた、メセンですね、四孔星っていう名前なんですけども、まあ、普通はねここまで、土にね埋まってるらしいんですけど、まあ、それをね、根上げっていう形でこの、根っこの部分をね見せるようにして植え付けられてるものをね買ってきました。これもねサイズ感はちっちゃいんですけど、ここのね幹の部分がすごくこのね、大きな巨木のようなね雰囲気感じますよね。こういうね本当にこう盆栽みたいなね植物すごい好きなんですよね。でこのね鉢はあのリトマンさん、一緒にね島村園芸行って、まあ購入させられた、まあ購入付き合ってもらったね、植物仲間のねリトマンさんの鉢ねもらいまして、そのね鉢に植えてます。こんな感じで、まあ、このねトータルのサイズ感というかなんかねこの収まりがすごいねいい感じがしてます。このメセンの指向性ですね、ちょっとこのメセンもねハマっちゃいそうなね感じの良さがありますね。あとこの辺もね多分紹介してない新入りたちかなと思います。フィロデンドロンですね、こんな感じで結構ね肉厚の葉っぱがねあのこう傘みたいに広がるタイプの、ね、植物なんですけども、これもね最近ちょっと飼い始めてます。まあ、やっぱりねあの開墾とかもいいんですけど、これ葉物も可愛いんですよね。やっぱりこう成長がすごく早いし、こうね展開が分かりやすいというか、あの本当に育てててね毎日変化を感じるので、この辺のね葉物ももうちょっと増やしたいなと思って、で最近ね、買ってるのがこのフィロデンドロンですね。ここもねすごいねあのいろんな品種があっていろんな柄があってね、あの1個ね、沼が深そうなんですよね。
で、こっちがねバーキンってやつで、まだねそんなに特徴現れてないんですけど、この葉っぱにね、すごい鮮やかな斑が入って、もうちょっとこの葉っぱのね、数が増えてくるとすごいこう派手というか鮮やかなね、感じになる、フィロデンドロンで、こっちはねフィロデンドロンのメラノクリサム、これめちゃめちゃ言えなくて何回も取り直したんですけど、こうね葉っぱにね立体感があるというか、このシワがねすごいねギュッと出るような感じで、しかもこう光沢感があって、ちょっとね特別なねこの葉っぱの雰囲気を感じるんですよね。これもすごいね可愛いなと思ってね購入しました。まだまだねどっちもこれ植え付け直後の、まあそんなにね、まあ、こなれとも言わないですけど、そんなにまだ育ってない株なんで、まあね、そんなに見た目がね、美しいわけじゃないんですけど、まあ、ここからねうまくこうね剪定したりとか、葉数を増やしていって綺麗にね作れたらいいですね。なんかねこれは育ててねそんなに難しくないようなね感覚があるので、結構初心者でもねおすすめできるんじゃないかなと今のところはね思ってます。この辺もねまた成長したらね経過観察ね皆さんにお届けしようかなと思います。いや可愛いよねこれ。はい、というわけで、今回の東京ボタニカルライフは、パキポディウムグラッキリス、まあ、パキポディウムのね発根管理の話と新入りの話ちょっとさせていただきました。いややっぱこのね TBL やってる時がね一番なんていうか動画撮っててね楽しいというか落ち着きますね。まあ、冬にねなってくるとちょっとね、まあ、シーズン的に一旦ねオフシーズンになっちゃうので、まあ、更新頻度ちょっと減るかなとも思うんですけど、意外とねまあでも話すこともまだね話したいこともたくさんあるなと思うので、まあ、月に1回とか、まあ、月に2回とかね、頑張ってまたねやっていこうかなと思いますので、もしよかったらですね次回も見てもらえると嬉しいです。で、この東京ボタニカルライフシリーズはですねもう連載の企画になっているので、もしねバックナンバー見たい方は概要欄の方に書いておきますので、そちらの方から過去の回もですね遡って見てもらえると嬉しいです。あ、最初ねこの植物こんな感じだったのかなとか、こんな感じで増えていったんだなみたいなところを見てもらえるとね嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。こっちはですねメラノクリサムかな、こっちは、メラノクリカルメリメリノメリナメリノメリノクリサムんメリメラノメルカリメルカリ